こんにちは、日本語教師のナナです。오늘은회화그때이한마디만하면다괜찮다마법의말이에요바로정답을말씀드리겠습니다그것은바로시란케도시란케도입니다표준어는시라나이케도잘모르겠지만입니다이거원래関西사투리였는데너무편리한말이라서중국에서도関西사투리그대로시란케도라고말하게되었어요오경은関西사투리는시란케도표준어는시란케도関西사투리는케가높고시란케도표준어는라가높고시란케도이렇게말하는경우가많습니다에이마한국때비자나시で行けると思ってた知らんけど에이마한국때비자나시で行けると思ってた知らんけど明日の飲み会営業部と一緒にするんじゃないの知らんけど明日の飲み会営業部と一緒にするんじゃないの知らんけどまあまあそんなに心配しなくても大丈夫だよ知らんけどまあまあそんなに心配しなくても大丈夫だよ知らんけどねえ、이렇게회화끝때知らんけど라고말하면이회화내용에대해책임을지을수는없다또는여러분도하고싶은말마음대로다한다음에근데사실은나도잘몰라당사자가아니다라는경우가있죠그럴때사용하시면좋겠습니다여러분도시랑케도많이사용해보세요오늘도마지막까지봐주셔서정말고맙습니다구독과좋아요부탁드립니다인스타도 X 도하고있습니다그럼또만나요日本語教師のナナでした。さようなら。